えこの動画結構ね出回ってるんですけど、まあ、完璧プライベートだと思うんですよね。NCT48、荻野由香さんの主覧映像ってことなんですけど。 ま、これで終わるんですけど、で、何言いたいかっていうと、あの、アイドルなんて一番のストレス数色だと思うんですよね。我慢に我慢を重ねて。松浦綾とかもね、後々、あの時は病んでたとか言うじゃないですか。吉田孝なんかもさ、アイドルとたくさん、あの、インタビューしたけど、みんな病んでる、病んでたっていうわけで、要は、草薙剛の裸の,あの騒動と一緒でさ、解放されたいんだろうね。ここまで酒飲んで知らんになるってね。 ちょっと前に新八つと絡んだあのラムメロっていうインフルエンサーもまあパッと見はねコンカフェ長みたいなまあ美人で可愛い人でねいかにもなキラキラしたツイートとかインスタやってるんだけどでも泥酔してすごかったわけですよ、まあ、こんな感じでねってことでねやっぱ普段ねキラキラしていいポーズ撮ってる人ほどストレス溜まってまあこういうね反動で手段とかカラオケでねバカ騒ぎしなきゃやってらんないってだから 何言ったかっていうと、まあ、自分をねなんか偽って作ろってやるアイドルとかみんなはねそのいいな可愛いなとかかっこいいなって思うけどやってる側はね大変なんだよって話ですよね。まあ、それがこのね「手段映像」が物語ってると思います。ではどううもありがとうございました